Spinner. 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 UK versus US. Fancy an English battle? Season 3. Hello, everyone. How's it going today? Pretty nice. All good. All good? All good. Awesome. I'm battling an ulcer inside my mouth. Oh, no. Oh.口内炎がロックンロールしてるから、He's jiggling in there. He's jiggling. Is he jiggling and wiggling? Oh, he's jiggling and wiggling. Ooh, it sounds like fun. Big time. Oh, goodness gracious. Big time. あれさ、TikTok で流行ってるさ、あれジグジグウェグウェグをさ、あ、なんですかそれ？あの、My money don't jiggle jiggle, it falls. そう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 。ウェグウェグ for sure ってやつがあるんだけど、ちょっと前に流行ってたよね。そう、だいぶ前に流行ってたやつで、あの高校生の、No way。あの高校の校長先生が、あの学校が休校になるって確かね、だったかな？というふうに学生にみんな伝えたんですよ。でその時の伝え方がラップだったってので、ラップの校長先生って確かピックアップされたんですよ。で確かそのインタビューの時にどういうラップされるんですか普段からって聞いたら、それでラップしたのがその曲でサンプリングされて、そうそうそう、そっからめっちゃ流行るようになったの。めちゃくちゃ流行ってる。いいですね。うん、めっちゃなんかみんなも音をいじったりしておしゃれにして、はい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 、そう、それがあるんですよね。ミーム化したんですね。そう、 Yes Yes。 ジェゴウェゴってどういう意味ですか？フリフリ、フリフリ、ウリウリ、ウリウリみたいな感覚ですよね。あの要は音だけで変化をするんですけど、横にビョンビョンビョンって言ってる感じかな。ボヨヨンと、ボヨヨン、はい、まあ、そんなボヨヨンな感じでいきましょうか。皆さんお願いします。今回取り上げるニュースはこちらです。The full version of the legendary pilot episode of the US live action animated Sailor Moon has finally been foundThe US version had the Sailor Senshi's everyday life in live action and had animated fighting scenes that took place in space. はい、というわけでこれは日本語で言いますと、アメリカの実写アニメ版のセーラームーンの、伝説のパイロット版エピソードの完成版がついに発見されました。うん、アメリカ版ではセーラー戦士たちの日常が実写で描かれ、宇宙を舞台にした戦闘シーンがアニメーションで描かれていたとのことです。マジ衝撃。さっきミッキーさん見せてくれたんですけれども、はい、もうびっくり。やばいですよね。そんなって、うん、ね、なんか90年代。そうです、確か92年かなんかに一応一生懸命制作をしようとしていたもので、結局あのそこはうまくいかず、あの日本で作ったアニメのセーラームーンがそのまま輸出されて、その中でちょっといろいろ変化はあるんですけど、あの放映されました。ね、実写化されてんだけど、あの変身すると急にアニメになるっていうね。そう、すごい発想ですよね。ね、あの戦闘シーンなんかいろいろとかかるものをそうやって削ったんだなっていう風に捉えました。けど、なるほどなるほど。そう、でもなんかまた面白いのが変身シーン、これ見てほしいんだけど、変身シーンってセーラームーン確かプリズムパワーメーカーみたいな感じのね。プリズムパワー。あ、そうだそうだ。で変身するんですけど、あの無言なんですよ。パレットを取り出しそのままいきなり変身してて、そっからなんだっけ。なんか Mars みたいな、 Sailor Mars、 Sailor Mercury、 キランみたいな、もう決まってるので、アニメになるっていうね。そうなの、なんか全然違くて面白いんですよね。しかも宇宙でなんかよくわかんないウィンドサーフィンみたいな乗り物に乗って戦ってるっていう、あの月の形をしたね。はい、でお二人に今ごめんなさい見せてなかったんですけど、結構もうそのままウィンドサーフィンのやつでもう物理攻撃するみたいな、敵を跳ねるみたいな技とかあったりとか、なかなか見応えあって、時代感の B 級の時代感感じる。素晴らしい。最高なのが、あのタキシード仮面が、あのバラをちゃんと投げて、投げるんですけど、なぜかバラ、まあ白いバラパンって刺さって見たら、ただ棒立ちしてるタキシード仮面5秒ぐらいあって、そのままカットしてなんか終わるんですよ。素晴らしくて、なんだったのって、まあながち原作と違くはないかなみたいな感じは。てかタキシード仮面さっき見せた映像だと、あの仮面つけてなかった。そうそうそう、仮面つけとらんのかいみたいな。そうなんですよ、もうネタバレ満載なんですよ。本当はね、
タキシード仮面様誰かしらみたいな。そうね、うん、それに恋してね、はい、でも全部記憶もあるし、原作では記憶がないんですよね。そうですよね、ムーンプリンセスだったってこととかも、うんうんうん、はい、あのだったりするので、あとセレナーデが自分とか、セレナーデがお母さんになってたりとかっていうあの違いとかがあるんですけど、これパワーレンジャーって、はいはいはい、海外版の戦隊ものがあったんですよね、はいはいはい、でアメリカ版の制作と配給を両方行ったので知られてるサバンエンターテインメントっていう会社があるんですよ。だからサバンのパワーレンジャーなんですよ、うんうん、でこれもサバンのセーラームーンを作ろうとしてたっていうそうなんです。それで作ったパイロット版が、これだったんですね。で、まあ、内容を変身前は実写、戦闘パートアニメーションっていうアプローチで、うん、あの制作をして、まあ、さっき言ったようにも全然内容違うんですけど、うん、ずっとこれ1分間のハンディカメラで撮られた映像分しかなかったんですよ。すごい超レアじゃん。そうです。なんでこれニュースに してるかというと、うんうん、それがやっとこの2022年に見つかったと。へー、どこで？これがアメリカ議会図書館で発見されたんです。なんで場所がちゃんと保存されてたんですよ、すごい、ね、一つのアーティファクトとして。へえ、ね、すごいんですよこれ。インディ・ジョーンズも驚愕な発見で、すごいじゃん。でこれ現在あの許可を取って YouTube で流されてるので、本当ぜひ皆さん見てほしいです、うん、いいですね。ではこのニュースから実写映画化やアニメ化など映画についての英語表現を学んでいきましょうか。 OK、まあ、まずは僕言いましたけど Live Action、うん、実写です皆さん、Live Action、ね、ライブで生でね動くっていう風に覚えると簡単なんじゃないですか。そうですね、ライブでアクションするとね、うんうん、いいでしょう。使えるね。そうだね、リアルとかね日本語だと言いたがりますけど、確かになんかちょっと違うというか、それよりも Live Action とかっていう、リアルって言っちゃうと本当になっちゃうもん、ね、真実とかね、yes、なので実写映画とか Live Action Movie とか、うん、Is it a cartoon? カートゥーンなの？ No, it's live actionとかって言ったりしますね。 OK、 はい、では続いてジェニーお願いします。 Alright, Hanana is an animated movie でございます。はい、あのホニャララ is an animated movie、 まあ animated、 まあこれはですねアニメーション映画のことを animated movie って言うんですよ、うん、でアニメーションの動詞 anime を受け身にして使うことが多いんですね。あのアニメーションよりもそのアニメーテッドの方が一般的に使われることがある、ね、あるんだよね、うん、そうですよね、受け身にしますね。なんでアニメーテッドっていうフレ、あのスペルはですね A-N-I-M-A-T-E-D アニメーテッド、うんうんうん、そうなんです。でもアニメっていうと、うん、結構海外とかでも使われるんですよね、アニメーテッド、はいはい、アニメー、うん、ね、使いますね。でもなんか感覚的にあれじゃない、感覚的にというか実際そうだと思うんですけど、うん、日本の作品アニメはアニメ。そうですね。で、海外作品とかそれ以外を全部カートゥーンって言いません？カートゥーン、C-A-R-T-O-O-N。カートゥーンネットワークがそもそもあるしね。そうです。懐かしい。素晴らしい。懐かしい。そうなんですよ。アメリカでもカートゥーンネットワークってあったの？え、めちゃくちゃ、全然あった、全然あった。ニコローリアンとカートゥーン、カートゥーンの2つじゃなかった。確か。で、なんて言えばいいんか、カンカンカン、まあ、面白いんですけど、まあ、そのカートゥーンとアニメっていう風にいろいろ分けていくんですけど、あのアニメってそもそも言うようになったのも最近で、一時期は70年代80年代ぐらいまではジャパニメーション、ジャパニメーション、いいじゃんジャパニメーション、はい、ジャパニメーション、そうなんです。でそれで多分僕のここは僕の予想なんですけど、ジャパニメーションの I watch アニメっていう人が増えたと思うんですよ。あ、なるほどね、はい、こういうの Weeaboo って以前多分ここでやったと思うんですけど、日本かぶれ の外国人のことをこういう風に言うんですけど、いやいや僕はっても日本語一生懸命勉強してるので、いや正式名称はアニメなんですとか、はい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 、ああなんかガッツィラじゃなくてゴジラみたいな感じ、そうです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 、うん、そういうのがね、あと和牛は、うん、和牛の本当の定義あんたたち分かってないでしょっていう、ああはい、アメリカ人だって、ね、はい、アメリカでさ、ほら和牛和牛って言っても そんな簡単に和牛食えねえぞって確かに確かに、見ると全然和牛じゃないっていうね、だよね、ちょっとその kind of meat みたいな、うん、思い出しました。それ系で言うと、あのアメリカで小学生の時になんか酒って英語、あ、日本語では言うんだアルコールのことって、oh. No sake ってすごい直されたことあります。あ、私それだったら sushi めっちゃ言われた。なんて言われたんですか？お寿司、寿司って言うと No it's sushi うざっと思ってNo, it's shisu! って言い返せばよかったですね、そこで。そうすると正しいんですけど、ね。カラオケもそうだった。ああ、カラオケ。カラオケ。ああ、ね。なんかね、海外だとさ、割とその言語の、その国の言語のまま言う、発音する国って意外と国っていうことが多いじゃないですか。うんうんうん、なんかなんだろう、別の言語、いきなりスペイン語をそのままぶっ込んでも、なんかそのまま会話がスルーするっていうか。
ごめんなさい、これカットしてください。ちょっとうまくまとめられそう。分かるよ、なんかその日本語なのにその発音が完全に英語化しないと伝わんないみたいな。ああ、そうそうそう、それはありますね。みたいな感じかな。 その国のアクセントで言わないと伝わらない。うん、だから逆にでも日本でもなんか喋っててカタカナ英語を綺麗な英語で言うとちょっと恥ずかしくなっちゃう、あの感覚なんでしょうね。はいはい、そう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 。ね、ここはやっぱりブレインストーミングしなきゃいけないんだと思うんですよとか言ってもなんかええー、くらいになっちゃう。僕も多分自分で言ったらちょっと顔真っ赤になっちゃう。一周して俺結構好きだけどね。ああいいですか、うん、いいですね。これちょっとやっていきましょう。なんか、ね、ツッコミを待つようにいろいろとそういう投下する人は昔くっそうざかったけど、はい、うん、でも一周して面白いと思うようになった。いいですね。どうでしょう今のコンプライアンス的にはとか。コンプライアンスやばやばいね、やばいね。でも確かにその英語も日本語どっちも話せる人同士でこの3人で集まってそれやると割とナチュラルじゃない、うん、普通になっちゃうよね。割とナチュラルかもしれないですね。いや、kind of like that though。 割とナチュラル、いいですね、割とナチュラル。ねえ、割とナチュラルクリスタルケイちゃんが好きそうだな、割とナチュラル。いいですね。次行きましょう。はい、All right。 Hananana is a live action adaptation of Hananana。うん、ね、アダプテーション、そうです、脚色作品ですかね。 Yes、 ね、うん、なんとかかって言いますよ ね、 うん、ね、そうですね、実写化や映画化と言いたいときに使いますよね、うん、A movie adaptation of a novel とかね、うん、Live action adaptation of an anime とか。そうです、 A movie adaptation of a novel だと小説原作の映画、うん、映画化になるんですよね。で、A live action adaptation of the anime っていうのはアニメの実写化、うん、Live action adaptation、うん、ADAPTATION なんです。なのにアニメ化だけ違うんですよね。そう、うん、Animated movie, animated series でいいんですよ、そのまんまで。不思議ですよね、うん、Animated adaptation が多分長いからっていうのもあるのかもしれないです。かもね。 It's easier to say。 Exactly。 Alright、 じゃあキーフレーズいけました。 OK、 It's time、Yes、 for the magical adventures of Harry and Jenny。 ハリー&ジェニーの魔法学園物語です、うん、OK。 さあシーズン3からハニーさん、いいよハニー杉山でも。 Are you my honey? Yes Yes ハニーパイ。シーズン3からはハリーさんとジェニーさんが魔法学園スピナカスで冒険を繰り広げながら今回学んだ英語フレーズを使うという RPG 企画が始まりました、うん、はい、さあリスニング感覚で皆さん聞いてください。というわけで皆さん、お二人はですね、魔法の本、ミキホエが盗んだものが何なのか、そして自分たちが持ってるガラスの目玉はそれと何の関係があるのかっていうのを探るために本を開いたら、なぜか霧のかかった公園の中にいました。うん、さあ、二人はでもこの公園の中でですね、ただただイギリス表現、アメリカ表現の公園の中のもので言い争ったまま時間が過ぎてしまって前回終わってしまいました。はいはいはい、なので今回はぜひお二人に調査していただきたいと思います。うん、さあ、というわけで公園の中にはいろんな遊具がある中で、ブランコの上にカラスが1羽、そしてそのすぐ横には段ボール箱が置いてあります。それではお二人どうしますか ?What do you do?Holy moly! It's like we're inside an animated movie! マジでもうなんかアニメ映画の中に、そんな世界の中にどっぷりハマっちまったような感じだな。What should we do, Jenny? I'm not really sure, but you see that crow over there? Yeah. Maybe he knows something. We should ask him. Yes. あそこにカラスがいるでしょ?なんか聞いてみようよと。うん。Okay, so I guess I'll use a spell.じゃあ私はスペルを使ってみようかな。はい、魔法を使うんですね。 All right, I'll use my magic spell Talkativia。 いいですね、ウィキペディア感が。 Talkativia、 そうです、 Talkativia、 これは動物と喋れるやつですね。そうです。はい、それでは、ジェニーさん2以上の数字を出せば成功ですが、何でしたか。どうぞどうぞ。 I had a 3。 イエーイ、成功しました。イエーイ。あ、どうも、Hello ってカラスが言いました。ね、日本語と喋りましたね。ちょっと一瞬間違えちゃいました。ジャパニーズスタイルかな。Yes。 かぶれかな。はい。そうですそうです。アニメ。国際市場だね、クロも。Yes。Do you like anime? アニメ好きですかと。Yes, indeed. I really do. Ah, that's good. Ah. Cut the crap, crow.
もうそういうとこね、そんな時間ないから、はい、Tell us where Mickey Foy is and tell us what Mickey Foy stole. Mickey Foy がどこにいて、どこに何を盗んだのか教えてくれって。うん、ah, I don't know where this Mickey Foy be, but the answer lies in the box. Mickey Foy がどこにいるかわかるのことはわからないけど、答えは段ボール箱の中にあるよと言いました。さあ、段ボール箱の中見ますか、ジェニーさん。Well, we should take a look.、Mm-hmm. All the answers we need is in there.、Mm, まあ、見た方がいいと思うよって。After you, ladies first. ね、女性から先の ladies first っていうことでね。あのジェニーさんどうぞ言っちゃってください。見た方がいいと思ったのにな。はい。You asshole.そうです、文句を言い合いながらもなかなかの悪友同士なんですが、この二人中を見てみると、魔法少女ミキリーヌの実写版 DVD がある中に黒曜石でできた頭蓋骨がありました。はい。Will you pick up this、the skull? Harry, you pick up that thing. ハリーさん、ちょっとそれ拾ってよ。 WellI can't pick it up with my own hands、mm. because it may electrocute me. Ah. Mm. Mm. ね、自分の手で取っちゃうとなんか電気ショック食らうかもしれないし、わかんないから怖いので、mm-hmm. やっちゃいましょう。Mm-hmm. Yes, arise, Wingardium Leviophaf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 a. 濁した。ダイさんは5以下の数字が出れば、確か5でしたね。5以下の数字が出れば大丈夫です。そうですね。Yeah.One. Oh, yeah, we got it. We're good. We're good. We're good. 育成功しました。さあ、ファ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 って言いながら頭蓋骨がボーンと上がって、黒曜石の頭蓋骨が上がってビカーッと光ったところで今日は終了です。Oh, okay. 素晴らしい。いけましたね。いけましたね。解決できそうでしたね。いけましたね。さあ、次回どうなるでしょうか。以上、魔法学園物語でした。仮なんだね、名前がね。そうなんだよね。いや、結構進みましたね。Yes!、うんうん、Good stuff then.、Yeah. So, そうか、セーラームーンの話からここにまで来たので。そうなんですよ。だいぶ話が広がりましたね。セーラームーンのさ、こういうちょっと可愛らしい、まあ1分ぐらいしかなかったけど、実写版っていうかそういうのがあるなら、それ以外に他にあると思わない？確かにいろんな作品がね。ちょっと探ってみましょうか ね。ドラゴンボールはもちろんね、いろいろあって。いろいろありましたね。ね、The live action adaptation. Could there be a live action adaptation of... 例えば、ダイの大冒険とかさ。あるかもしれない。一番近いのは勇者ヨシヒコとかですけどね。そうだそうだ。そっちありました。勇者ヨシヒコ。Yes. あれもね、面白かったよね。The first live action Spider-Man was a Japanese TV show. Yes, I remember this. I remember this. Yeah, yeah, yeah. 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 Famous story. Famous story. Okay, thank you. Thank you, Mickey. Thank you. Thank you, Jenny. Thank you. And we shall see you next time around. Bye. Wingardium Leviosa. さあ皆さん、今週も最後まで聞いていただいてありがとうございます。スピナカス、ハッシュタグスピナカス見ていきましょうか。あかねさんから、英訳でずっとモヤモヤしてることがあるので質問です、うん、スタムクって胃ですよね。お腹痩せたいって I want a flat stomach って言いますよね。胃も腸も全部スタムクですか。病院で胃が痛いと伝えたいときはどうすればいいですか。 My stomach hurts だね、うん、スタムクでいいでしょう。そうですね。 My tummy hurts like aって言ってもいいし、タミーだとちょっと子供っぽい感じもあるけどね。確かに、うん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 、Something's going on inside my bowels. Bowels. B-O-W-E-L-S. そうですね、甲の門の方に近づきますね、 Bowels は。あ、マジで？ A little lower. マジで俺勘違いしてた。あれ？どうですか？俺完全に Bowels って言うと、なんかお腹とかそっち系だと思ってた。あ、no. どっちか腸の最後の方、ゴールの方だった気がします。 Are you being serious? そうなんだ。だから IBS とか Irritated Bowel Syndrome とかってあるんですよ。あの要はお腹下しやすいと。あ、はい、へ、どっちかというと腸のイメージですね。知らなかったっけ。は、腸、腸だよね。まあでも全然 butthole って意味じゃないよね。 No. It's before the sphincter.
The sphincter. But around that area. 周辺だよね。Yes. ミキさん、ショーン・コネリーがスフィンクターって言ったら どんな風に言いますか？ Shave the sphincter. ちょっと What? Shave the sphincter. ね、ごめんこれね、すいません、ショーン・コネリーの話し方はそういう特徴があるからさ、そこの説明ないと本当僕ただ最低な人間で終わるんですけど、そう、はい、すいません、ごめんなさい、助けろとね、助けろ、こうもう助けなさいということを言ったんです。はい、はい、まあ、これスタメックなんですけど、僕思うことはあって、確かにあの胃が痛いって病院で伝えるときは my stomach hurts っていいんですけど、じゃあ腸はなんていうのか、まあ、bowels もちょっとなんかドラマチックな感じがするので、そうね、そうだ ね、 I got some pain in my intestines、 やっぱそうなりますよね、そうね、でも intestine ってちょっとなんか硬いよね、まあでも僕だったら多分これですね、intestine で intestine か intestine で結構発音変わったり、なるほど、ね、腸のことですね、 large intestine 大腸、はいはい、small intestine 小腸、うん、intestines、 うんだね、Yes、あとお腹に関してもさ、lower stomach とか言わない？あ、そうですね。なんどう lower stomach ってどういう意味だっけ？下腹部、下腹部っていいのかな、そのままで。だからあのエリア、お腹っていうエリアがあのスタメックなんですよね。My left side, right side みたいな感じかな。だからなんか困った時にはここって here、ね、the pain is here とかって伝えた方がいいと思う。It hurts here。見せながらここ、ここって。ちなみに I want a flat stomach ってさ、yeah. 言いますか？言う。言う。I want a flat stomach っていう。Really? うん。もう、まっ平らなお腹がいいみたいなね。女性は結構使うかも。I want a flat stomach like you みたいな。君みたいにまっすぐ、まっすぐじゃないな。まっ平らになりたいねみたいな。Do you like flat stomachs? I mean, I could go for lots of stomachs. Yeah, me too. いろんなお腹好きですね。あ、いいですね。Yeah.I prefer a bit of bounce, man. Yeah, me too. Yeah. Yeah, a little bit of a cushion. Yes, exactly. You know? Oh, that sounds nice. Very important. A little very, jello. It's very important. Yes. Mm-hmm. More sexy. Yeah, exactly. Yeah, exactly. Then you got the love handles. 皆さん、love handle ってやったよね。The love handles. UK ユースやったよね、やりました。やってない。やったかもしれないです。やってますよ。いいですよね。そういうのとかもとても大事です。Yeah, you gotta handle your love with love. Oh yeah, steer me, baby. Yes. Groove it. Yes. Round the next corner. Here we go. はい、というわけで、すみません。暴走し始めてるので、はい、そろそろ締めさせていただきたいなと思います。番組のご意見、感想、質問などは Twitter ハッシュタグ spinukus。One more time, please. S-P-I-N-U-K-U-S ですよ。をつけてつぶやいてください。公式のツイッターアカウントもありますので、そちらの方もチェックしてね。はい、では、言い残すことありませんか？大丈夫ですか？ないです。All's good. All is well. Yes. All's well. Okay. Have a good day. Yes, please have a good day. So guys, have a good day and we'll see you soon. Ciao. Bye.